皆さんお疲れ様です。今日はね、楽しいコラボではないんですけども、聞きたいことがあってね、とあることを聞きに消防設備士のプロの CAT の赤川さんっていうね、まあ僕の友達というか仲良くさせてもらってる人がいてるんですけども、その人のところに行ってきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。CAT の赤川さんの、事務所に来させてもらいました。CAT 赤チャンネルの赤川さんです。赤川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつも YouTube 楽しく見させていただきます。ありがとうございます。いや、わざわざ来てもらって。いえ、はい。ちょっと聞きたいと思ってまして。今回はですね、はい、この前に、赤川さんのチャンネルでも見させてもらいましたし、ヒデチャンネルのヒデさんの動画でも見させてもらったんですけども、はい、あの消防設備による事故、死亡事故の動画上げられてましたよね。上げましたね。正直な話すると、今までまあ僕は電気工事で消防設備士さんとの関わり合いっていうのがそんなになかったので、まあ、ニュースでそういうことが流れてきててもちゃんと読んでなかったんですよ、はい、で今回あの動画を見て、まあ、僕らにもこう関連する危ないことなんだなっていう認識することができて、1月の23日でしたね、はい、東京であの事故があったっていうのを見たんですけど、正直僕そのニュースの文面だけではあまり意味が分からなくてですね、ああなるほど、その辺を、はい、専門の消防設備士の赤川さんに聞きたいなと思って聞いたのと、まあ、僕のチャンネルは電気工事をしてる方が基本的に多いと思うんで、はい、まあ、その方たちにも分かりやすく伝えれたらいいのかなと思って来させてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。僕に答えれることでしたら、はい、答えさせていただきたいたいと思います。じゃあ早速聞いていきたいんですけども、はい、そもそも二酸化炭素が漏れたってことなんですけど、はい、僕ら仕事では二酸化炭素と関わり合うことがないんで、はい、何のためにそれがそのビルとかにありまして、はい、何のための装置なのかなっていうのを教えてもらえたら、まあ、二酸化炭素消火設備なので、はいはい、火事が起こった時に、まあ、消火するための設備なんですけど、はいはいはい、まあ、特にあの普通のそうです、ね、消火器であったりとか、はい、スプリンクラーであったりとか、はい、そういったものは水とか粉末を使うので、はい、あの消火活動した後にどうしても汚れが出ちゃうんですよね、はい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 、なのでそういう博物館だったりとか、はい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 、歴史会館だったりとか、はいはいはい、そういった重要なものを置いてるようなものでは使いにくいということで、はいはい、二酸化炭素ですとガスなんで汚れが出にくいので、はい、大事なものを扱っているところに使ったりとか、はいはいはい、あるいは、車での火災ですね、はい、車での火災って水とかじゃ消えないんですよ、はい、そういった時に使ったりとかっていう用途ですね、はいはい、僕らはそのスプリンクラーっていうものが工事で一緒にスプリンクラー屋さんと入ったりするんで分かるんですけども、その辺についてるんですか？ああ、そうですね、多分見たことない人も多いと思うんで、はい、でその辺についてるのかな。はい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 、そうですね、まあ、二酸化炭素消火設備は基本的に、はい、まあ、僕らで一番身近なところで言ったら、はい、マンションの立体駐車場ですね。はあ、はあ、立体駐車場ウィーンって下まで行って、はい、中で入れ替わって出てくるような。そうですそうです、はいはいはい、でよくマンションに隣接してて、はい、縦長の形になってますよね、はい、ああいうところについたりしますね。あーはーはー、はい、まあ、普段人があまり入らないところというか。そうですね、普段やっぱりその人が入るところにつけてしまうと、はい、やっぱり二酸化炭素なんで、はい、人体に悪影響を及ぼすので、はい、非常に危険なので、そういったところではなく人があまり入らないところ、はいはいはい、まあ、例えばコンピュータールームだったりとか、はあ、サーバールームとか、はいはいはい、まあ、そういったところにもよく使われたりしますね。コンピューターとかサーバーも水かけたらデータが損失してしまうから、はい、そういうところに二酸化炭素で対応するっていう、おっしゃる通り、感じでいいでしょうか。はい、察しがいい。ありがとうございます、はい、で今僕はそれなりにいろいろ教えてもらったんですけど、多分見られてる視聴者さんの方って、まあ、このニュースあの後で載せますけど、そもそもどんなことなんかなっていうのが全く分かってない方もいらっしゃると思うんですよ、はい、でまあ、軽く分かりやすくっていうんですかね、はい、今回の事件についてちょっと教えてもらえたら、まあ、僕も勉強になるなけど、あ、はい、ちょっとまあ私としても、はい、ちょっと今出てるニュースで出てる情報っていうのが、はい、まあそんなに詳細に出てないので、はい、その事故の理由ってものが断言はできないんですけど、はい、まあ、考えられるものとしては、はい、やっぱりその作業中、まあ、今回の事故で亡くなった方が、はい、消防設備の会社の、方っていうことなんで、はい、
まあ、消防点検中っていうのが一番考えられると思います。あ、点検作業中に、はい、はいはいはい、で点検作業で、まあ、いろいろと理由はあると思うんですけど、はい、あの区画内、その二酸化炭素が放射される区画内ですね、はいはいはい、立体駐車場の中に、はい、作業員の方がおられて、はい、何かしらの理由で、はい、二酸化炭素のガスが放射されてしまって、で中で閉じ込められている方がそれで、はいはいはい、事故に遭われたっていう流れだと思うんですけど、そうなった理由っていうのが、はい、はっきりとニュースで出てないんですよ、はいはいはい、なので断言はできないんですけど、はい、考えられる理由としては、はい、我々二酸化炭素消火設備の点検をする際に、はい、閉止弁というものはあはあ、必ず最初に閉めるんですよ。電気屋でいうブレーカーみたいな、そうですね、ですかね、はいはい、イメージはそれに近いです、はい、その閉止弁を閉めてさえいれば、はい、まあ、あの放射されないよっていうことなんですけど、それを何らかの理由で閉め忘れていたかとか、はい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 、はい、あるいは古いタイプで、はい、ソレノイドっていう、まあ、針があるんですけど、はいはいはい、それをボンベの頭にそれぞれついてるパターンがあって、はあはあはあ、それで何らかの、まあ、試験中に、はいはいはい、まあ、放出してしまったっていう可能性もありますね。はいはいはい、はい、そのちょっとジャンルが変わるかもしれないんですけど、はい、僕らで言うとブレーカーが壊れてる可能性もあるじゃないですか。あ、僕らそれがあるんで、もう一時側の電源を外したりするんですよ。あ、なるほど。そういうことも可能なんですか。その弁ってこんな感じなんですか。あ、そうですね、弁って、はい、おっしゃる通りいろんなタイプがあります。なんかあの海賊の船のこういう、はい、はあはあはあ、ハンドルみたいな、はいはい、おもかじみたいなのもありますし、あるいは今おっしゃられたこういうバータイプですね、はいはいはい、いろんなタイプがあるんですけど、それもアナログ的じゃないですか、はい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 、なのでそれも信用、僕ら 100% 信用はしないので、あ、それプラスアルファが銅管、はい、まあ銅の管ですね、はいはいはい、あれを外したりもします。ああ、はい、その画像